ごめん、うわぁ、地元くまさしくマサマサと同じ威力だ。あー素敵ー、花丸ちゃんかっこいい。ふうじこちゃんよし、本物のマサマサは金庫の中にしまっておけ。そしてこのムラムラは俺のものだ。ルパン三号は人のものは何でも自分のものにしてしまう主義だった。ふうじこちゃんその頃、やったろうたちはゴトゴトゴットン、ゴトゴトゴットン、ファミレドスドレミファー。おいおい、ゴットン、こっちの方角で間違いねえんだろうな。地下だと目印がないから不安ね。でもここはゴットンを信用するしかないな。着きましたぞ。いいですか、ここをちょっと押すと。これ式、照れるでござる。ねえ、やったろ、マサマサの反応は。右だ。よし、行こう。ここを左、ここも左、また左、ここも左だぜ。説明しよう。やったろうは通路を出てすぐ左に行けばよかったものを間違えて右に行ってしまったためにぐるーっと一周してきてしまったのだ。ここだぜ。すぐ隣だったんじゃないの。わざわざ一回りしてきたのか。てやんで、ちゃんとついたんだからいいじゃねえか。ゴットン、ドアを破って。ゴットンだ、ほどい、合点だ。朝はこの中で任せるでござる。ゴトゴトゴットン、ゴトゴトゴットン、開けるでござ。ん？ダメでござる。それなら私に任せて。やったわ。お見事。忍者になるより泥棒をやった方が良かったんじゃねえか。失礼ね、これも忍法のうちよ。では開けるでござる。なんだこりゃ。しまった、早くマサマサを見つけるのよ。よし、金庫室に侵入者あり。ニャンキーたちに違いない。いいか、逃がすな。モノレール、この秘密工場は絶対見つからないと思ってたのに。ニャンキー絡まる。フジコちゃん、何よ、私はフジコなんかじゃないわ。いちいち目くじら立てるな。ルパン3号の口癖なんだ。ルパン3号。そう、盗みのプロフェッショナル、このルパン3号がまさまさと生クラをすり替えたのよ。そうだったのか。そしてこれがまさまさからコピーした全く同じ力を持つ妖刀ムラムラだ。こんな狭いところで猫目すらしを食らったら避けるに避けられない。いやー、こんなところで裏若き美しい乙女が最後を迎えるなんて。生命保険入っとくんだった。オーマイゴットン、この金庫がお前たちの棺桶になるんだ。残念だな、絡まる。マサマサはもう取り返せ。そこに転がってんのは偽物さ。なんだと。おのれ、やれルパン三号。うちこちゃん、すりすり。これでどうだ。何がおかしい。ありがとうよ、わざわざ本物返してくれて。何、やったろったら、あったまいい。くそ、この俺様を騙すとは。うるせん。自分で説明しよう。絡まるの
光が限界値を超えた時、コピー犬ムラムラの封印は解け、恐るべき力が解放されるのだ。必殺レコメスラッシュもどき。なんでだ。説明しよう。本物のムラムラはこのルパン三号が奪ったのだ。ややこしいことすんな。てやんねえ。よくもオイラのマサマサを偽物とするかい。ネコメスラッシュを悪用するか。本家本元のオイラが怒ったぜ。許せん。今度こそちゃんと説明しよう。ヤッタロウの正義の怒りが限界値を超えたとき、妖刀マサマサの封印は解け、恐るべき力が解放されるのだ。悲しみを魂の群れ、正義を守る力で輝くよ。必殺レコメン！ふじこちゃん！もう一度人の剣殺し、キスの刃振り下ろして、瞳の向こうに新しい風が。やめろ！頑張って！この胸騒ぎ、嫌な予感が。あら、また負けたのね。悔しい。もう体もボロボロ。あたしだってボロボロよ。なんとか無事だったわね。やったろは、うん、全てのパワーを使い切っちまったんだ。そんな。やったろ、お願い、目を開けて。やったろ、やったろ殿、やったろ。哀れ、やったろをここに死す。ふんなわけはねえだろ。生きてんだったら早く言えってんだよ。死んでりゃよかった。メロ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 、次は目を動かします。秘密工場1号が潰れても源ちゃんはくじけないもん。秘密工場2号だ。ここを押してみる。トンチキもオルマイティ。楽しかったね。そうか、次行こう。あら、これちっとも秘密になってないんじゃないの、あのトンチキ親子。ヤッタロウの捨て身の活躍でエドロポリスの平和は守られた。これからも頑張れニャンキー、戦え僕らのヤッタロウ。今日もエドは日本晴れじゃの。なあ、ずるい、オイラのセリフ盗んだ。未熟者め、早い者勝ちじゃわい。そんな、泥棒！ 10 円くれなきゃやだもん。あーん、泥棒はもうたくさんよ。話してほしいんだ。抑えられない今日の切なさを、街は情熱を
亀は超貧乏に。お気の毒様、おいらなんかね、贅沢し放題だもんね。あ、みんな、なんでそんな目でおいら見るんだよ。次回、キャット人間提案で、ガク、惨めなコーンの神。